まあそんな話を置いといて、はい、最終回だから皆さんに喜んでいただこうと思って、うん、お姉さん頑張って探してきた、うん、エロゲームしかも今までは本当にエロゲーなのとか、うん、ちょっと違うだろうとか違うカテゴライズされるエロゲーだったじゃん、うん、正統派のエロゲー。正統派ですか、うん、じゃじゃん、終作っていうか、なんでパッケージとかないんですか。 めっちゃ普通になんか誰かんちに置いてありそうなソフトじゃないですか。うん、誰かんちにあったの。まあそんなこんなで、はい、終作、うん、これはエルフの出したエルフさん金字塔ですね。あ、有名なんだやっぱり。めちゃくちゃ有名ですよ。あ、そう、 DVD とか出たりして。なんか、え、 DVD、 うん、エロシーンばっかり流れてるの。だってエロシーンしかないし、エロゲーだから。あ、そっか、うん、でもゲームの要素はあるんでしょ。あの、最近 DVD でゲームを作るっていうのが流行ってるらしくて、あのアクロバット親父もなんですけど DVD があるんですよ。うん、出た出た。で、普通に DVD のコントローラーで選択肢を選ぶと普通にゲームができるっていう。で、このエルフさんっていうのは他にどんなゲームを出してるの、うん、他になんか終作シリーズの他、遺作とか奇作とか。遺作奇作、あの、偉人の死んじゃった人の家で遺作とか鬼で奇作とかごめん、これはなんとか作シリーズなんだ。そうそうそう、あの、全部に統一しててくるのはこう汚い親父、こう汚い親父に綺麗なお姉ちゃんが犯されていくっていうので、みんなこうお姉ちゃんは綺麗なんだ、うん、お姉ちゃんはさすがに綺麗、綺麗な子がこう汚いやつに犯されるっていうところに萌えがあるの、うん、こう男のこう情念が。あ、そうなんだ。やっぱ綺麗な男と綺麗な女がセックスしてるんだったらさ、ハリウッド映画とか見りゃいいんすよ。なるほど、うん、そんなん見たかないと。俺たちは汚い親父が見たいんだ。それは自分たちが汚い親父だと。やっぱそうなのかな。汚い親父が主人公のゲームをやります。じゃあやってみますか。はい、やりましょう。小さい頃なりたい職業で、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、で最近僕のなりたい職業って、うん、産婦人科医だったんですよ。最低でもちょっと変わった。何何、女子寮の管理人もいいかも。最低っていうかさ、うん、いや想像してみ、うん、毎朝女子高生がこう住んでるわけさ、うん、でお風呂とか沸かすわけさ、うん、でなんかカメラとか置いちゃうわけさ、うん、楽しいよ毎日。でご飯作って、うん、美白とか入れちゃう、うん、そうそう、24時間だってそんな生活が待ってるのよ。それでお金までもらえるんだから。でうまくいったら女子寮に住んでるお姉ちゃんね、なんかいいことできちゃったり。それでいいのかお前は。寮の管理人さんのお仕事って結構いろいろ大変なんですよね、うん、お風呂沸かしいの、うん、なんか食事作りの、うん、でそこまでしてさらにちゃんといろんなところにこうカメラとかビデオ設置して、うん、でこう生徒が相引きしないように夜中監視に行ったりとか、うん、真面目に働くのと結構大変なのかもしれない。ごめんね、あの、うん、寮の部屋に忍び込んで、うん、カメラやビデオをセットするのは安全のためです。ふーん、なんでトイレに？ん？いや、トイレが一番危険じゃないですか、無防備になる瞬間。どう考えても、うん、女性がその用を足している姿を撮るのは安全管理のためとは思えない。分かってないの？分かんないよ。でもまあ、うん、このゲームは、うん、決して、うん、盗撮を助長したりするようなものではなく、エルフさんも講談社もそんなものを勧めているわけではございませんよ。なんでそんな説明的な口調なんですか？エルフさんに言われたのよ、言えって。あ、盗撮ゲーム作ってるけど盗撮しちゃいけないぞと。うん、まあ、ゲームの中で楽しんでもらうためにと。ひろゆき的にはどれが好きだった、お姉ちゃん。うーん、俺はメガネっ子ですかね。あの、日本舞踊かなんか、うん、着物が部屋にある子。メガネかけて三つ編みして、うん、ゲーマーだ。え、っていうか、最近必ずなんですけど、うん、メガネかけてる子って必ず出るんですよ。本当に？昔そんなにメガネかけてる子ってエロゲ出なかったんですけど、うん、最近は 100% 出てますね。三つ編みも多いよね。うん、なんで？世間で三つ編みの女の子って今いないじゃないですか。そうだね。で、メガネかけてる子って最近いないんですよ、まあ、みんなコンタクトじゃないですか。だからそこら辺のこう失われつつある日本の伝統っていうのがここで守られてるんですよ。じゃあ今の萌えは三つ編みにメガネで、その時代もちょっと徐々に終わりつつあるかもしれない。次は何が来るの？妹の時代が今ちょっと来てる。え、妹？妹？妹ってどういうこと？こうお兄ちゃんお兄ちゃん頼ってくる妹を凌辱するっていう、こうアップダウンの激しい。あ、それはまた禁断の世界だね、うん、あ、興奮した。あ、違った、緊張した。
まあ、エロゲーの世界奥が深いですよ。そうだね。ちなみに主作 DVD 版があるんですけど。それも DVD があるのかい、うん、で、主作これって女の子の声が入ってるんですけど、うん、DVD 版はフルボイスになってます。何が違うの？主作の声も入ってます。また聞きたくね。特徴的な声で、こう、くんかくんかとか、かぐのもちゃんと入ってます。ごめん。んくんかくんかって言葉で言ってるの？うん、一生懸命声優さんが。それプロの声優さんが？それはプロの声優さんがお金もらって一生懸命喋ってますよ。ってことは声優さんはスタジオに入って、うん、くんかくんかとか言ってるんだ、うん、台本渡されて、はいじゃあ読んでください。くんかくんか、はいもう一回、はい、くんかくんかとかそういうのやってるんですよ。いや、いろんな職業の人がいるね。努力の結晶で水作の DVD が出てます。そうで、ゲームの中で唯一養殖できないあの子が、うん、ようやく DVD で養殖できる、うんかもしれない。まあ普通にエロゲーとして楽しめるんで、まあエロゲー好きな人は手を出してみると、うん、まあ名作なんでやっといて損はないかなと。やっぱ名作なんだ。うん。なんか遺作とか奇作とかシリーズ化されてるんで、うーん、多分エルフはこれに味を占めて永遠に出し続けると思いますよ。本当に。なんとか作シリーズ。あ、そうなんだ。うん、楽しみだね。うん。楽しみにしてるんでよかったら送ってください。あー、ゲームのはないかもしれませんけど、単行本化があるんで5月ぐらいまでに送っていただければ。ちゃんとしたパッケージのが写したかったです。そのうち入るから。このなりたい職業って、うん、産婦人科医だったんですよ。最低。でもちょっと変わった。何何、女子寮の管理人もいいかも。最低っていうかさ、うん、いや想像してみ、うん、毎朝女子高生がこう住んでるわけさ、うん、でお風呂とか沸かすわけさ、うん、でなんかカメラとか置いちゃうわけさ。楽しいよ毎日。でご飯作って、ね、美白とか入れちゃう、うん、そうそう、24時間だってそんな生活が待ってるのよ。それでお金までもらえるんだから。でうまくいったら女子寮に住んでるお姉ちゃんねえ、なんかいいことできちゃった。それでいいのかお前は。寮の管理人さんのお仕事って結構いろいろ大変なんですよね。うん、お風呂沸かしいの、うん、なんか食事作りの、うん、でそこまでしてさらにちゃんといろんなところにこうカメラとかビデオを設置して、うん、でこう生徒が相引きしないように夜中監視に行ったりとか、うん、真面目に働くのと結構大変なのかもしれない。ごめんね、あの、うん、寮の部屋に忍び込んで、うんうん、カメラやビデオをセットするのは安全のためです。ふーん、なん。まあ、そんな話を置いといて、はい、最終回だから皆さんに喜んでいただこうと思って、うん、お姉さん頑張って探してきた、うん、エロゲーム。しかも今までは本当にエロゲーなのとか、うん、ちょっと違うだろうとか違うカテゴライズされるエロゲーだったじゃん、うん、正統派のエロゲー。正統派ですか、うん、じゃじゃん、終作っていうか、なんでパッケージとかないんですか。めっちゃ普通になんか誰かんちに置いてありそうなソフトじゃないですか。うん、誰かんちにあったの。まあそんなこんなで、はい、終作、うん、これはエルフの出したエルフさん金字塔ですね。あ、有名なんだやっぱり。めちゃくちゃ有名ですよ。あ、そう、 DVD とか出たりして。なんか、え、 DVD、うん、エロシーンばっかり流れてるの。だってエロシーンしかないしエロゲーだから。あ、そっか、うん、でもゲームの要素はあるんでしょ。あの、最近 DVD でゲームを作るっていうのが流行ってるらしくて、あのアクロバット親父もなんですけど DVD があるんですよ。うん、出た出た。で、普通に DVD のコントローラーで選択肢を選ぶと普通にゲームができるっていう。で、このエルフさんで、三つ編みの女の子って今いないじゃないですか。そうだね。で、メガネかけてる子も最近いないんですよ、まあ、みんなコンタクトじゃないですか。だからそこら辺のこう失われつつある日本の伝統っていうのがここで守られてるんですよ。じゃあ今の萌えは三つ編みにメガネで、その時代もちょっと徐々に終わりつつあるかもしれない。次は何が来るの。妹の時代が今ちょっと来てる。え、妹、妹、うん、妹ってどういうこと。こうお兄ちゃんお兄ちゃん頼ってくる妹を養殖するっていう、こうアップダウンの激しい。あ、それはまた禁断の世界だね、うん、あ、興奮した。あ、違った、緊張した。まあ、エロゲーの世界奥が深いですよ。うん、そうだね。ちなみに主作 DVD 版があるんですけど。それも DVD があるのかい、うん、で、主作これって女の子の声が入ってるんですけど、うん、DVD 版はフルボイスになってます。何が違うの。主作の声も入ってます。また聞きたくね。特徴的な声で、こう、くんかくんかとか、かぐのもちゃんと入ってます。ごめん。んくんかくんかって言葉で言ってるの、うん、うん、一生懸命声優さんが。そういうのは他にどんなゲームを出してるの、うん、他になんか終作シリーズの他、遺作とか奇作とか。遺作奇作、あの偉人の死んじゃった人の家で遺作とか鬼で奇作とか。ごめん、これはなんとか作シリーズなんだ。そうそうそう、あの全部に統一してくるのはこう汚い親父、こう汚い親父に綺麗なお姉ちゃんが侵されていくっていうので、みんなこう
お姉ちゃんは綺麗なんだ、うん、お姉ちゃんはさすがに綺麗、綺麗な子がこう汚いやつにも犯されるっていうところに萌えがあるの、うん、こう男のこう情念が、あ、そうなんだ、やっぱ綺麗な男と綺麗な女がセックスしてるんだったらさ、ハリウッド映画とか見りゃいいんすよ、なるほど、うん、そんなの見たくはないと、俺たちは汚い親父が見たいんだ、それは自分たちが汚い親父だと。やっぱそうなのかな。汚い親父が主人公のゲームをやります。じゃあやってみますか。はい、やりましょう。小さい頃なりたい職業でいろいろあるじゃないですか、うん、で最近僕でトイレに、ん、いや、トイレが一番危険じゃないですか、無防備になる瞬間。どう考えても、うん、女性がその用を足している姿を撮るのは安全管理のためとは思えない。分かってないの。分かんないよ。でもまあこのゲームは決して盗撮を助長したりするようなものではなく、エルフさんも講談社もそんなものを勧めているわけではございませんよ。なんでそんな説明的な口調なんですか。エルフさんに言われたのよ、言えって。あ、盗撮ゲーム作ってるけど盗撮しちゃいけないぞと、うん、まあ、ゲームの中で楽しんでもらうためにと。ひろゆき的にはどれが好きだった、お姉ちゃん。うーん、俺はメガネっ子ですかね、あのに日本舞踊かなんか、うん、着物が部屋にある子、メガネかけて三つ編みして、うん、ゲーマーだ。えっていうか、最近必ずなんですけど、うん、メガネかけてる子って必ず出るんですよ。本当に昔そんなにメガネかけてる子ってエロゲ出なかったんですけど、うん、最近は 100% 出てますね。三つ編みも多いよね。うん、なんで世間でメガネかけてる子最近いないんですよ、みんなコンタクトじゃないですか。だからそこら辺のこう失われつつある日本の伝統っていうのがここで守られてるんですよ。じゃあ今の萌えは三つ編みにメガネ、うん、でその時代もちょっと徐々に終わりつつあるかもしれない。次は何が来るの。妹の時代が今ちょっと来てる。え、妹、妹ってどういうこと。こうお兄ちゃんお兄ちゃん頼ってくる妹を養殖するっていう、こうアップダウンの激しい、あ、それはまた禁断の世界だね、うん、あ、興奮した、あ、違った、緊張した。まあ、エロゲの世界奥が深いですよ。うん、そうだね。ちなみに主作 DVD 版があるんですけど。それも DVD があるのかい、うん、で主作これって女の子の声が入ってるんですけど、うん、DVD 版はフルボイスになってます。何が違うの。主作の声も入ってます。聞きたくね。特徴的な声でこうクンカクンカとか嗅ぐのもちゃんと入ってます。え、ごめん、うん、クンカクンカって言葉で言ってるの。うん、うん、一生懸命声優さんが。それプロの声優さんが。それはプロの声優さんがお金もらって一生懸命喋ってますよ。ってことは声優さんはスタジオに入って、うん、クンカクンカ無防備になる瞬間。どう考えても、うん、女性がその用を足している姿を撮るのは安全管理のためとは思えない。分かってないの。分かんないよ。でもまあこのゲームは、うん、決して、うん、盗撮を助長したりするようなものではなく、エルフさんも講談社もそんなものを勧めているわけではございませんよ。なんでそんな説明的な口調なんですか。エルフさんに言われたのよ、言えって。あ、盗撮ゲーム作ってるけど盗撮しちゃいけないぞと、うん、まあ、ゲームの中で楽しんでもらうためにと。ひろゆき的にはどれが好きだった、お姉ちゃん。うーん、俺はメガネっ子ですかね、あのに日本舞踊かなんか、うん、着物が部屋にある子、メガネかけて三つ編みして、うん、ゲーマーだ。えっていうか、最近必ずなんですけど、うん、メガネかけてる子って必ず出るんですよ。本当に昔そんなにメガネかけてる子ってエロゲ出なかったんですけど、うん、最近は 100% 出てますね。三つ編みも多いよね。うん、なんで世間で三つ編みの女の子って今いないじゃないですか。そうだね。どんなゲームを出してるの。他になんか秀作シリーズのほか、遺作とか奇作とか。遺作奇作、あの偉人の死んじゃった人の家で遺作とか鬼で奇作とか。ごめん、これはなんとか作シリーズなんだ。そうそうそう、あの全部に統一しててくるのはこう汚い親父、こう汚い親父に綺麗なお姉ちゃんが犯されていくっていうので、みんなこうお姉ちゃんは綺麗なんだ、うん、お姉ちゃんはさすがに綺麗、綺麗な子がこう汚いやつにも犯されるっていうところに萌えがあるの、うん、こう男のこう情念が、あ、そうなんだ。やっぱ綺麗な男と綺麗な女がセックスしてるんだったらさ、ハリウッド映画とか見りゃいいんすよ。なるほど、うん、そんなの見たくはないと。俺たちは汚い親父が見たいんだ。それは自分たちが汚い親父だと。やっぱそうなのかな。汚い親父が主人公のゲームをやります。じゃあやってみますか。はい、やりましょう。
小さい頃なりたい職業でいろいろあるじゃないですか、うん、で最近僕のなりたい職業って産婦人科医、まあそんな話を置いといて、はい、最終回だから皆さんに喜んでいただこうと思って、うん、お姉さん頑張って探してきた、うん、エロゲームしかも今までは本当にエロゲーなのとか、うん、ちょっと違うだろうとか違うカテゴライズされるエロゲーだったじゃん、うん、正統派のエロゲー、正統派ですか、うん、じゃじゃん終作っていうか、なんでパッケージとかないんですか。 めっちゃ普通になんか誰かんちに置いてありそうなソフトじゃないですか。うん、誰かんちにあったの。まあそんなこんなで、はい、終作、うん、これはエルフの出したエルフさん金字塔ですね。あ、有名なんだやっぱり。めちゃくちゃ有名ですよ。あ、そう、 DVD とか出たりして。なんか、え、 DVD、 うん、エロシーンばっかり流れてるの。だってエロシーンしかないし、エロゲーだから。あ、そっか、うん、でもゲームの要素があるんでしょ。あの最近 DVD でゲームを作るっていうのが流行ってるらしくて、あのアクロバット親父もなんですけど DVD があるんですよ。うん、出た出た。で普通に DVD のコントローラーで選択肢を選ぶと普通にゲームができるっていう。でこのエルフさんっていうのは他にどだったんですよ。最低でもちょっと変わった。何何、女子寮の管理人もいいかも。最低っていうかさ、うん、いや想像してみ、うん、毎朝女子高生がこう住んでるわけさ、うん、でお風呂とか沸かすわけさ、うん、でなんかカメラとか置いちゃうわけさ、うん、楽しいよ毎日。でご飯作って、ね、美白とか入れちゃう、うん、そうそう、24時間だってそんな生活が待ってるのよ。それでお金までもらえるんだから。でうまくいったら女子寮に住んでるお姉ちゃんね、なんかいいことできちゃった。それでいいのかお前は。でも管理人さんのお仕事って結構いろいろ大変なんですよね、うん、お風呂沸かしいの、うん、なんか食事作りいの、うん、でそこまでしてさらにちゃんといろんなところにこうカメラとかビデオを設置して、うん、でこう生徒が相引きしないように夜中監視に行ったりとか、うん、真面目に働くのと結構大変なのかもしれない。ごめんね、あの寮の部屋に忍び込んで、うん、カメラやビデオをセットするのは安全のためです。ふーん、なんでトイレに？いや、トイレが一番危険じゃないですか。